こんにちは、名古屋家仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは三害です。三害、はい、はい、聞いたことない気がします。はい、はい、まあ、三害と言いますのは今日はまあほとんど使わないと思いますけども、はい、三害に家なしとかですね、まあ、こういう言葉もあったりします。はい、はいはい、で三害というのは苦しみ迷いの世界を3つに分けて三害、3つの世界ということで三害と言われます。ほう、はい、苦しみ迷いの世界を分けるって割と最近やりませんでした？はい、以前この6つに分けたパターンを、はい、やりましたよね。やりましたが6つやりました、はいはい、6の道、6道ですね、はい、で天上界があって人間界があって修羅界とか畜生界ガキ界、地獄界ですね、はい、やりました、まあ、これは6つに分けたパターンなんですが、3つに分けて、はい、三害と言われます。まあ、同じものでもこう分け方の種類によって違うと思います。まあ、例えば、はい、同じ日本でも大きく4つの島に分けた分け方ですと北海道、本州、四国、九州となりますが、はい、さらに細かく本州を分けて、はい、東北地方とか関東地方とか分けていきますと、はい、8通りに分けることもできます。できますね、はい、まあ、同じものでも分け方変わりますように、はい、まあ、苦しみ迷いの世界であることは変わりないんですが、はい、これ6つに分ければ6道ですし、はい、3つに分けた言い方が三害ということになります。はい、うん、でその3つというのは、欲界、色界、無色界の3つです。で最初の欲界というのは、はい、この欲を満たすことのみ考えている、まあ、そういう世界ですね。それ明らかに人間界そこですよね。まあ、そうですね、もう人間なんて欲にまみれて生きているというか、はい、欲だらけで生きているというか欲望のままで生きているもんですから、はい、まあ、6度でもまあだいぶ欲界に今なってしまうんですけども、はいはい、で次の色界というのは、これ色っていうのはこの場合の色は仏教では物質、形のあるものを色と言われまして、はい、まあ、物質の世界というのがこれ色界ですね。で無色界というのはその色でもないとありますように物質ではない、まあ、精神世界のことを言われています。欲界、色界、無色界っていけばいくほどその苦しみ迷いは少ないってことですよね。まあ、そうですね、まあ、より高尚なと言いますか、まあ、なんですけど、まあまあ、三害ですので苦しみ迷いの世界であることはまあ変わりはないんですけど、はいはい、はい、ただちょっと今の説明ではピンとこないと思いますので、まあ、あえてちょっと人間の世界で置き換えて考えてみたいと思いますが、はい、まあ、欲界というのは私たち人間の世界でいうともう、まあ、欲を満たすことばっかり朝から晩まで考えている、うん、まあ、食欲とか、ね、お金や物を得たいという、まあ、財欲だったりとか異性を求める気持ちだったりとか、はい、人から褒められたい、認められたい、うん、また楽がしたいとか、うん、寝ておりたいと、うん、まあ、こういう欲をどうしたらこう乱せるかっていうことばっかり考えてる、うん、そうですね、朝起きたら眠たいから始まりますもんね、はい、順番に何々したいをこなしてるだけみたいなイメージはありますけどね、人間って、はいまあ、それ別になくなるわけじゃないんですけども、まあ、色界っていうのは物質の世界と言いましたけど、まあ、あえて人間の世界というのはその芸術の世界と言いますか、何かをこう生み出す、まあ、クリエイティブだと言いますか、こういう世界ですね、まあ、音楽とか映画とか陶芸とか絵とか生み出して世に提供している、まあ、こういう方々があります。確かにこうすごい作曲家とか絵画の人ってもう本当に夢中になると食べるのも寝るのも忘れて描いてる時とかありますもんね。そうですね、まあ、もちろんその欲はあるんでしょうけど、うん、まあ、ちょっとこう欲丸出して生きてる人とはまたちょっと違ってそうです、ね、まあ、なんかその人里離れたところでなんか黙々とやってるっていう、まあ、こういう人もありますよね。欲にまみれた世界から離れてますね、まあ、そういう芸術などの世界ですね、うん、で無色界というのはさらに精神世界ということを言いましたけれども、うんうん、まあ、あえて言うならば思想とか哲学とか、うん、まあ、宗教とか、まあ、こういう世界、うんうん、まあ、そこにこう、まあ、喜びや幸せを見出そうとする世界です、うん、でそういった、まあ、欲を満たすことのみをこう幸せと思ってこう生きている人たちもあれば、うん、新しいものを生み出して人々にこう喜びや感動を与えようと、まあ、いうことで生きている
人たちもあれば、まあ、さらにその精神世界で、まあ、これからのこう人類はどうあるべきなんだろうかとか、どうすればこう幸せに生きていけるんだろうかとか、まあ、そういうことをこう考えている、またそれを人に伝えている、まあ、こういう生き方をしている人もありますね、で、まあ、いろんなこう生き方やいろんな価値観によって、まあ、こう3通りに今分類されたわけです、はい、まあ、ですけれども、あの何度も言いますが、3階というのは苦しみ迷いの世界なので、そうなんですよね、まあ、なんかこう欲界、まあ、欲を満たすことだけ考えてる人たちっていうのは、まあ、なんかガガガガガみたいな感じでむさぼってるっていう、はしたないな、品がないなみたいに思われるかもしれませんけれども、まあ、そういうところから離れてこう芸術の世界ってなんかちょっとこうスマートな感じが、そうですね、ちょっとこう惑わされるそのものが減るような気はしますね、雰囲気的に。さらにその精神世界ってなると、なんかまたさらにより幸せなんじゃないかなみたいに、まあ、なんとなくこう思いますけども、まあ、でもどういう生き方をしても、まあ、欲を満たすと言いましても、まあ、もっと欲しい、あれも欲しいってもこうつきませんので、じゃあその色界、何かをこう生み出す世界って苦しみ悩みがないかと言いますと、生みの苦しみっていうのがありますし、確かに出したものがこうみんなからこう評価されるかどうか認められないっていう、こういうことで悩まれる方もありますし、評価されていても才能は枯渇してしまうといいますか、スランプに陥るということもありますので、ありますね。さらに無色界と言われる世界ですね、精神世界ではどうかと言いますと、まあ、歴史で言えばその革命運動とかにこう身を投じてこう世の中を変えていこうと、まあ、こういうことに頑張られる方もありますが、思った通りにならずに、まあ、我が革命未だならずなんて言葉を残した人も、また、まあ、まあ、宗教家、まあ、宗教家といってもその、まあ、例えばあのキリスト教の宣教師にフランシスコ・ザビエルっていう人が、こう日本にこうキリスト教を伝えようと思ってこう頑張っていたんですけども、はい、まあ、なかなかこの日本人、当時の日本人からですね、キリスト教を伝えてもこういろんなこう疑問や質問がこう次々と寄せられて、もうそれに答えるのにも非常にこう困ったそうで、出してる手紙が残ってるんですけども、はいはいはい、もう生も子も突き果てたとめっちゃ大変だったんだ、みたいですね、やっぱり。だからまあ、それやっぱりそういう立場の人のやっぱり苦しみや悩みやっぱりあるでしょうね、あったわけですよね。まあ、ですからそのどういうあの道を進んでも、どういう生き方をしても、まあ人から見ると、ああいう生き方憧れるなとか、ああいう生き方いいなとか、自分もあんな風になれたらいいなっていう、まあそういう憧れとか、あるかもしれませんが、まあ、どういう道を進んでいっても、やっぱその人その人なりのやっぱり悩みや苦しみというのは絶えないですね。ですから、あの私たちも、あっちの道を選んでおけばよかったなとか、あの時ああしとけばよかったなみたいなことをこう思うことあると思うんですけど、めっちゃありますね、まあ、はい、もちろん違う道を選んでれば、あ、今と違う人生を送ってたんだろうなと、それは確かにそうなりますけども、じゃあ別の道を選んでたら、そう苦しみや悩みはなくなってるかっていうと、それはそうじゃなくて、また別のが来るでしょうね、はい、その立場におった苦しみやとか悩み絶対来ますよね、はい、ですので、あのどんな道を選んでも、どういう生き方をしても、実はその苦しみや悩みというのはもう絶えないと、まあ、それがこの三害という世界なんだということですね。そこから脱出というか、出ない限りはずっとあるんですよね。そうですね、はい、そのどうすればそこから脱することができるのかという、そうですね、まあ、これがの仏教の、はい、まさにこうテーマになってますので、はい、そこをよく聞いていただけたらなというふうに思います、はい、今日も勉強させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。